さんこんにちは、千葉バルゴです、本日の動画はですね、車のリアにありますハイマウントストップランプ、こちらの、清掃方法ですね、こちらを動画の方撮影していきたいと思います。この右側と、この左側ですね、真ん中に比べるとちょっと汚れが出てきているかと思うんですが、こちらをきれいにしていきたいと思います。でやり方はですね、 下から見ると分かるんですけど、ここにプラスのネジが1本、右側に1つと、左側に1つですね。こちらの方をまず外していきます。はい、今ネジを外したんですけど、ネジを外すと、すぐ簡単にこんな感じで取ります。でここのコネクタを抜いていただいて、残りは部屋の方で掃除をしていきたいと思います。はい、それではコネクタを外して部品の方を家の方に持って帰ってきました。汚れはですね、内側こんな感じですね、だいぶ汚いです。で、こんな感じで普段取り付いてて、この中に LED が入ってるところはそんなに多分防水とかのために密閉がしてあって、なんか汚れてないんですけど、このサイドの部分ですね、このネジが止めてあった最後の部分、サイドの部分は外から見ると少し黒ずんで見えますので、ここを中心に掃除をしていきたいと思います。今洗剤使わないで使い古しの歯ブラシとかでお湯でこすっただけなんですけど、こんな感じでだいぶ綺麗になりました。私の方はもうこれ以上のクオリティを求めませんので、これで拭き取りをして、車の方に戻していきたいと思います。ここのコネクタを挿すところですね、こちらは電気が通る部分になりますので、水が入らないようにだけ気をつけて作業してください。今作業の方が終わりまして、今取り付け完了しました。使用なんだろう、作業前と比べるとだいぶ綺麗になってます。ちょっと私の動画編集技術が足りなくて、こう綺麗にビフォーアフターをこう動画でアップすることができないんですけれども、作業前の映像を見ていただければ違いが分かってもらえると思います。作業自体とても簡単ですし、私の車はプリウスアルファですけれども、トヨタ車だったらほぼ同じ感じでできるんじゃないでしょうかね。ちょっと車の方が年式立ってきて汚れが目立つようになった方、簡単ですのでぜひお試しいただければなと思います。
それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。